Okay, guys, then we are back again. This is the part of the Let's Play which I've been waiting for the most. So let's enjoy it, okay? Let's just enjoy it. Okay? Damn it! Big screen. Okay. Wait. あいつ、一体何を考えてやがる？わからない。わからないけど、早く抑えないとまずい感じがする。Well, I guess, it's okay to show this as well in this part. I can't return it anyway. I may be able to cut it into the other part.ここより世界に痛みを。神羅転生。だか。It's beginning.この花、むちゃくちゃじゃねえか。誰がこれをやったのかは明白じゃ。ジライアの小僧の肩にいた時と同じものを感じる。大丈夫か、キバ。ああ、なんとかな。一体何が？どうした？ナルト君が、ナルト君がコノハに戻ってきてる。ようやく来たか。
なるほど。この虫たちの反応はナルトだったか。それに、暁。今から一戦交える気だな、あいつ。キバ君、シノ君、私たちも。いや、やめておけ。どうして？虫たちが騒いでいる。ナルトのチャクラを感じ取った時からな。どういうこったよ。今までのナルトとは全く異なるチャクラを有している。とても大きく強力な。修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはず。そんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でも日向、悔しいけどここは抑え時だぜ。でも私はそれでもナルト君。渦巻きナルト。てめえがペイ。わざわざお前の方から来てくれるとはな。探す手間が省けた。てめえ、この感じどうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じように。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ師を仰いだ者同士、理解し合えるはずだが、師は平和を望んでいた。ふざけるな！お前らがやったこれのどこに平和があんだってばよ！木を見て、森を見ていない。お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではないな。Well, if you think back to the story, almost every Akatsuki has said the same thing. Deidara was right. You don't know, do not listen. He doesn't listen at all, and blah blah blah. Everyone, well, you know what I'm getting at. Let's just continue.ならば力ずくで捕獲するのみ。 Well, we shall not continue since I looked at the recording time when I was talking the last time and let's make a cut here. In exchange, I will upload the next part this day too. Okay, see ya.